この家のコンセプトは外のような家に住みたいという考え方です。大学2年生の頃に外のような家に住みたいと考えていました。それを具現化したのがこのラブハウスです。具体的には寒い冬以外は窓を開け放って、もう外のような状態で雨も風も虫も入ってくるような生活です。Another year has begun and your home is in need of something. Learn how to diversify, amplify, expand, revive and innovate in your space. Whether it's small or large, it's all in our book, which could be yours. Now shipping worldwide from the US, Europe and Australia. 神奈川県横浜市です。家の周りは低層の2階建て3階建ての住宅街になっていて、車は通りますが静かな方です。延べ床面積で38平米です。2005年に完成して10年間住みました。その後ラブラブハウスに引っ越したので、今はラブラブハウスの方にメインで住んでるので、こっちのラブハウスはセカンドハウスとして時々来て使ってます。最近2022年になってリフォームをしました。1階のクローゼットの部分を取って広くしたのと塗装をしました。家の外観は白い長方形でドアが一つだけあります。外からドアを開けて家の中に入ると、まず家の中ですけど屋外で、そこから屋外階段が曲線で伸びていきます。ドアを開けると小さなニッチの穴が開いています。ドアのハンドルが壁にぶつからないようにちょうどその高さで作ってあります。曲線の階段を登ってくると、その下に庭が見えます。庭に植わっている木はシマトネリコという木で、私が自分で植えたものです。上の方になると空が見えて、太陽の光も、それから影の部分もあります。階段と床の部分はちょうどこうやって座って本を読んだりコーヒーを飲んだり使っています。2階に登ってくると、ガラスの引き戸の内側はメインのスペースになっています。引き戸になっていて、壁の外側の敷地境界までその引き戸が入り込んでいきます。このメインスペースはほとんどの季節でガラスを開け放ってオープンエアで使っています。テーブルは600ミリ角で、長さを伸ばせる作りになっていて、伸ばすと4人で座ることができます。この棚は私がデザインしたんですけれども、オーディオ関係のものが入っています。スピーカーの後ろに横から物が入れられる棚が5段作ってあります。あと小さな棚があります。このメイン空間には電気の照明ではなくてろうそくの照明をつけています。2階の一番奥はキッチンになっています。ステップを2段降りてキッチンの床になります。キッチンはまず幅が2700ミリのカウンターですね。食器洗浄機のフロントドアを手前に開けると、壁ギリギリのところで開くように設計しています。その幅は600ミリになっています。カウンターの上にはガスコンロが3つ口でついています。その下にはとても小さな引き出し式の冷蔵庫をつけて使っていました。キッチンの一番奥は棚がついています。天井には天窓があって、はしごで登って天窓を開けて小さな屋上に出ることも可能です。外の玄関の左側にもう1枚ドアがあります。そのドアを開けると1階の室内の靴脱ぎのスペースがあります。今はラブラブハウスがメインの住宅なので、こちらはセカンドハウスということで洗濯機が不要になったので、洗濯機をどけて中ぐらいの大きさの冷蔵庫を置いています。トイレのドアは便器のところまで開けるような狭い作りのトイレです。小さな手洗いポールの上に壁に彫り込まれたニッチの棚があります。
1階のメインのスペースは床がフローリングになっていて、ベッドを置いていますが、キャンプ用のベッドで折りたたみができてフレキシブルに使っています。照明はほとんどないんですが、コンセントで挿して好きな場所に裸電球を使っています。1階の曲面の壁は階段の曲線に沿ってできているものです。この壁の下はつまり階段の下になっていまして、階段下収納として使っています。開口部になっていて、階段の奥に小さな窓をつけて1階の自然通風をしています。お風呂の天井は下げて作ってあります。お風呂の天井の上には収納スペースができています。バススペースは1段床レベルが下がっています。バスタブはコンクリートで立ち上げて作ってあるものです。 FRP 防水という防水で仕上げてるんですけれども、シャワーをメインで使うんですけど、お湯をためてバスタブにすることもできるような作りになっています。木製の窓が庭に向けてついているので、窓を開けて使うと外を感じながらシャワーを浴びたりバスタイムを楽しめます。ラブハウスでは自然の基本要素が全てあるというコンセプトで、自然と共に暮らす、これを都市の中に作ることで自然とも関わり都市とも関わると考えています。 Thanks for watching. If you're an architect or designer with a project we could feature, please share it with us at nevertoosmall.com/submissions